Alright, back again. Crying a little bit. And, yeah. So, with this challenge now, there's only max 6 people. So she was level 1, now level 27. Pretty good, if you don't. I'll say myself. I have max 6, so I gotta make it useful. Get all my goals aligned. I'll change her for her. I don't know, there's more skill in this one, so we'll just do that. Yeah, I think that's best. That is best. Alrighty, let's go. Let's go for the executive league. Here we go, Buono. Alright, so it's gonna be a lot of rich and tycoons for this one, so I just have to maximize my staff. Oh, sorry, mate. Sorry, I've been requested. Not just that. They don't really like my other ones. My other staff, it's not looking too good.
ごゆっくりどうぞ。ようこそ。また来ちゃったよ。盛り上がってきたな。盛り上がりましょう。美人だな。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。投資売上が50万円突破。It's not looking good. Not looking good at all. Alright, let's sit. Oh. They're down. Tycoon. Nope. Oh, not happy with any of them. That's what I don't like.助けを求めてるように見えますが、Oh no, it's Lady's Glass. うまくフォローできなかったようです。Actually, 助けを求めてるように見えますが、I'd rather have that. 当社員、売上が100万円突破だ。メニュー。当社員店長、さりげなくフォローします。失礼します。ごゆっくりどうぞ。Use it. Use it. 当社員、フィーバータイムだ。And hers go down as well. Nice. Oh yes, down. Good, 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 good. It's going swimmingly well.お会計ですね。いらっしゃいませ、お客さん。最高だよ。助けを求めてるように見えますが。メニュー、メニュー、ない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 。フォローできなかったようです。The worst。Oh wow, wow, wow. お願いします。お会計ですね。I need her to, fill up. また来てください。当社員、フィーバータイムだ。Not the one I wanted, but sure. お会計ですね。I am still ahead. They're both at max level. はじめまして、小雪です。今日は楽しみましょう。面白いね、君。いらっしゃいませ。お客さん。素敵やな。かわいい。お願いします。ようこそ当社へ。美人さんだな。お会計ですね。Oh no, she's going to get a fever. That's not looking too good then. お会計ですね。会計ですね。延長お願い。ご延長ありがとうございます。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。 Not looking too bad. Get one more fever. I can knock her down. Come on, come on, come on. 当社員、フィーバータイムだ。お会計ですね。Oh, it's close.
残り時間はあとわずか。ラストスパートだ。当社員、売り上げがすごいぞ。お願いします。お会計ですね。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。ナイス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 。お願いします。助けを求めてるように見えますが、当社員店長、さりげなくフォローします。お願いします。お会計ですね。当社員、売り上げが大きい。当社員、フィーバータイムだ。僕の頑張りが伝わってきます。Nice. Additional money. Party はこれからだ。ありがとうございます。楽しいですね。フォーシャイン。最高。終了。果たして勝負の行方は。Blew him off the park, right?Doubled. Ah, I got a special bonus, but even without that, smash them. Oh, Millionaire League. Wait, what? Oh no, I unlocked it. Nice.
や。Nice, nice, nice. All right, time to go eating.
それで困ったことってのは何なんだ？男の人にこういう相談をするのも恥ずかしい話なんですけど、今朝起きたらベランダに干してたはずのパンツが消えてたんですよ。パンツってまさか盗まれたのか？多分そうだと思います。昨晩は風とか吹いてなかったですし、3階だったんで大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱり部屋の中に干さないとダメですね。はぁ、キリュウさん、こういう時ってどうしたらいいんですかね。安心しろ、俺が犯人を探してやる。本当ですか？ありがとうございます。さすがキリュウさん、頼もしいです。でもどうやって探すんですか？私昨晩はぐっすりだったので何も覚えてないですし。そうなのか。どうするか。小雪のパンツの特徴を聞くわけにもいかねえしな。え、キリュウさん何か勘違いしてませんか？ん？勘違いだと？あれ、私自分のパンツって言いましたっけ？なくなったのは私のおばあちゃんのですよ。なんだと？昨日うちに泊まりに来てたんですよ。だから普段より洗濯物増えて外に干すしかなくなったんです。なるほどな。あれ、キリュウさん、なんか元気なくなりました？いや、そんなことはないぞ。どちらにしろ犯人は見つけないとな。ありがとうございます。だが普段小雪が一人暮らしなら小雪のものだと間違われた可能性があるな。そんな、私のパンツなんて盗む価値ないですよ。俺が守ってやる。え？この世の中は小雪が思ってる以上に危険があふれている。小雪は魅力的な女だ。どんな輩が狙っているかわからない。だからもっと自覚を持たないとダメだ。それでも危なくなった時は俺が守ってやる。キリュウさんありがとうございます。魅力的なんて言ってくれて嬉しいな。キリュウさんに守ってもらえるなんて。私絶対に守ってやる、お前のパンツをな。え？パンツの方ですか？そうだ、キリュウさん、もう一つご相談があるんですけど。今度はなんだ？ブラジャーでも盗まれたのか？もう違いますよ、キリュウさんのスケベ、エッチ、スケッチ、ワンタッチ。小雪、お前古いな。もうすぐユキさんの誕生日らしいので何かプレゼントしたいなって考えてるんです。ほう、いいじゃねえか。でも何あげようか迷ってて、何かいいプレゼントないですかね？ユキへのプレゼントか。そうだな。フォーシャインのみんなに協力してもらって寄せ書きを送ったらどうだ？寄せ書きですか。なるほど、それいいですね。さすがキリュウさん、プライスレス。ああ、ユキのことだ。号泣間違いなしだな。そうですね、涙で濡れたユキさんのご尊顔。ああ、楽しみだな。写真に撮らないと。ほどほどにしておけよ。しかし小雪はユキのことが本当に好きなんだな。はい、大好きです。でもそれと同じくらい今はフォーシャインのことが大好きです。お客さんを大事にして
キャストみんなで一丸となって頑張れる、それってすごく素敵なことですよね。ずっとフォーシャインが続けばいいのにな、ずっとこの時間が続けばいいのになって思います。そうか、そう言ってもらえると天長冥利に尽きるな。キリュウさんのおかげです。キリュウさんがいなかったらきっとフォーシャインは神崎さんに潰されてました。キリュウさんがいるとみんな笑顔になる。店長としてだけでなく人として素敵な人だなと思います。小雪、そのユキさんと同じくらい。キリュウさんも私にとって大切な人です。俺も同じ気持ちだぜ、小雪。え、キリュウさんも？ああ、俺にとっても小雪はかけがえのない大切な存在だ。それはそのキャストとして、それとも一人の女性として？さあ、どっちだろうな。だが確かなのは、それくらいお前は魅力的で俺にとって大事なやつだってことだ。だからこれからもよろしく頼むぜ。はい、もちろんです。ずっとずっと桐生さんのそばにいさせてください。私今まで以上に頑張りますから。ああ、楽しみにしている。Easy. Oh, I wish I didn't max her out, but whatever. It is what it is. Kana, yes.美味しい食べ物が本当にたくさんありますよね。そうだな、大食いのカナにとってはここは天国かもな。はい、こっちに来てよかったです。だがあまり食べてばかりも良くないぜ。食べることの他に何か趣味あるのか？そうですね、あ、一人カラオケは好きですよ。一人カラオケ？はい、一人でカラオケに行って自分の好きな曲を思いっきり歌うんです。他の人がいるとマイナーな曲とかってなかなか歌えないじゃないですか。でも一人ならたくさん歌えますからね。大声出すからストレス解消にもなりますし、キリュウさんもぜひ。あ、すいません、キリュウさんは一人カラオケなんてしませんよね。俺も一人カラオケは大好きだ。え、そうなんですか？意外です。好きな曲を好きなだけ歌えるのがいいな。そうですよね。あ、じゃあキリュウさん、今度一緒に行きません？ああ、構わないぜ。俺の本気を見せてやるよ。わーい、楽しみです。一緒に一人カラオケに行く友達欲しかったんですよね。え、一緒に歌うんじゃないのか？あ、そういえばこの前お客さんにかなり本気な感じで告白されちゃったんです。何？
客ってどんな客だ？おっさんか？それが爽やかなイケメンの若者だったんです。イケメン？ええ、うまくごまかしたんですが、ちょっとドキドキしちゃいました。そうか。だがイケメンでもダメなら、カナはどんなタイプの男ならオッケーなんだ？そもそもお客さんとは付き合わないですけど、どうだろう、私どんな人が合うのかな。大食いの男なら合うんじゃないか？ああ、確かにそうですね。私の食べ歩きについてきてくれる人は嬉しいですね。一押しのお店を教え合うとかできたらすごくいいですね。確かに楽しそうだな。でも当分は仕事に集中したいんで、彼氏はいいかな。そうだ、キリュウさん、代わりに食べ歩きに付き合ってくださいよ。ああ、お安い御用だ。やったー、約束ですよ。しかし、客から告白されるなんて、それだけカナが魅力的ってことだよな。私なんかまだまだですよ。正直どういう路線で行けばいいか、ちょっと悩んでるんです。路線？やっぱり一流のキャバ嬢の人って他の人とは違う輝く個性みたいなものがあると思うんです。セクシーだったり、アイドル的だったり、大人の女っぽかったり。まあ確かにそうかもしれないな。はあ、私はどういう方向性に進めばベターなんでしょう。真面目っ子路線なんてどうだ？真面目っ子路線？ああ、カナのいいところは真面目でまっすぐなところだ。それを突き詰めるのがいいと思ってな。真面目で一生懸命な努力家、そんな子が好きな客は結構いると思うぜ。なるほど、自分の特徴を伸ばして個性にするってことですね。確かにそれなら無理せずにやっていける気がします。ふん、そうだろう。よし、善は急げですね。より真面目さが伝わるように必勝鉢巻きでもしようかな。え、いや、それは別にいらないと思うぞ。そうだ、キリュウさん、同伴にも使えるおすすめのお店ってないですか？おすすめの店？はい、私最近こっちに越してきたじゃないですか。だからまだ知らない店が多くて。確かにまだ土地勘もないだろうしな。はい、この前もお客さんと同伴とか行くときにお店を提案できなくて困ったんですよね。なるほど、そりゃ問題だな。おすすめの店か。はい、何かありますか？コーミアンなんてどうだ？本格的な日本料理が食べられる店だぜ。へえ、いいですね。私、和食なら何でも大好きです。結構根は張るが、特にすき焼きはうまいぞ。同伴なら客のおごりだし、いいんじゃないか？そうですね。でも悪いかな、それくらいは甘えちゃってもいいんですかね。ああ、むしろカナに甘えられたら客も喜ぶと思うぜ。そうですかね。じゃあ今度行ってみます。すき焼き、すき焼き。食べ物の話をしている時が一番生き生きしているな。Easy, another one down. What?
Yep, got an achievement, and now lucky last. ここ超うまいんだけど。さすが桐生さん、いい店知ってんじゃん。お酒が進むわ。普段から酒はよく飲むか。うん、プライベートでもよく飲むよ。一人飲みよりは誰かと飲むのが多いかな。それだけ飲む機会が多いってことは結構酒も強そうだな。まあね。でもそれ言ったら桐生さんも相当強そうじゃね。あ、そうだ、せっかくだしどっちが先に酔っ払うか勝負しようよ。面白そうじゃん。いいだ、今日はとことん付き合うぜ。ガンガン酒持ってこい。マジで？さすが桐生さん、ノリいいね。そういう男気ある人超好きなんだけど。俺に勝負を挑んだことを後悔させてやるぜ。絶対負けねえし、桐生さんとは楽しくやっていけそうだな。普段からガンガン飲んでるみたいだが酔いつぶれたりはしないのか。最近はないかな。でも昔は結構酔いつぶれて記憶なくしたりしてたよ。記憶をなくす？うん、目覚めたら知らない場所にいたり、あと電柱に抱きついてキスしてたこともあったし。電柱に抱きついてキス。よし、今日はアイカを絶対に酔いつぶすぞ。キリュウさん、酔いつぶしてキスさせようと思ってんじゃないの？さ、どうだかな。でも、もし今日酔いつぶれちゃったらもっとすごいことしちゃうかも。ほ、ほう、あ、うん。あははは、キリュウさん、今何妄想してたの？それは秘密にしておこう。前の店と比べてフォーシャインはどうだ？結構違うものか？だいぶ違うよね。女の子がみんな楽しそうにしてるところが一番でっかい違いかな。前の店は楽しくなかったのか？楽しそうに見えたか？もちろんお客さんと飲むのは楽しかったし、悪いお店じゃなかったとは思うよ。でもノルマだの売り上げだのいろいろ厳しくてさ、無理やり盛り上げて飲ませる的な指示も多いし。なるほどな。愛花の性格だとそういうのは気に入らないかもしれないな。そうだね、私こういう性格だから嘘とかつけないし、自分の気持ちに正直でいたくてさ。もっと変な縛りにとらわれずに自由に純粋に楽しめる場所がいいなって思った。だから放射員はすっごいやってると思う。店長もマジで素敵だし。うちの店は縛ることはしないつもりだ。相変わらしく自然体で楽しんで働いてくれ。俺たちが楽しくないと客もきっと楽しめないと思うからな。
キリュウさん、やっぱ超かっこいい。私も同じこと思ってたし、私裏表あるような器用な性格じゃないから、自分に正直にまっすぐな接客していきたいな。ああ、店としても可能な限り応援させてもらう。サンキュー、キリュウ店長。そういえば、なんでアイカはキャバ嬢を始めたんだ？なんでだと思う？ただ酒を飲むためか？違うし。まあ違うとも言い切れないけどさ。冗談だ。で、本当のところはどうなんだ？転職だからかな。私はもともと裏表ないっていうか、思ったことをすぐ言っちゃうような人間じゃない？だから逆に本音と建前使い分けてなんぼの今の世の中ってちょっと生きづらいんだよね。でも飲みの間ではさ、酔うとみんな自分の気持ちに素直になっていくじゃない？裏表や嘘、建前、そういうのがなくなってその人の本当の顔が出てくる。そんな世界が私には居心地がいいんだよね。だから転職だと思う。こんなの変かな。なかなかそんな子はいないから、変といえば変かもしれない。だがすごく愛からしい答えだと思うぜ。ありがとう。私にとってはそれめっちゃいい褒め言葉だよ。私は私らしく超まっすぐに仕事するからよろしくね。ああ、俺もそれを受け止められるよう頑張るぜ。Nice. Any more I can do? Oh no, that's it. Alright, cool. Back on the grind. I'll see you guys in the next one. So there's actually a bit of interesting dialogue that actually contributes to the Club Cabaret, so I'll just play that now.
キリュウさん。いや。So yeah, I'm missing one of my aces, my platinums, which is fine because she's maxed out anyway, so that's all good. So that means I don't have Koyuki. And then that's pretty much it. So back to the grind.